調べろ。
後ろを頼む。密入者だ。いたぞ。
4月28日、マーリーンは正しかった。少女の病原菌は今まで見たこともないものだ。免疫の原因は不明。過去のケースと同様に、患者のコルディセプスの抗原価は血清と脳脊髄液で高い値だ。体
患者の血液培養は心筋培地においてコルディセプスの菌を繁殖させた。しかし白血球の割合と絶対数は全く正常のままだ。炎症性の細胞質分裂は見られず、脳の MRI を見る限り感染患者に通常見られる大脳辺緑系における心筋の増大は見られなかった。我々は実験においてこれを再現する必要がある。ペニシリンの発見と同じくらい人類の歴史における画期的な出来事だ。何年もさまよった末にようやくたどり着いた。我々人類はようやく自分たちの運命を変えられる。我々が払ってきた全ての犠牲、そして無数の命がこれで報われるのだ。はい、どうぞ。
今行くぞエリなぜここまでする、
辺りを調べる。お前、怖かねえ。稼げる。アンナ、最後に話したのはいつかしら。手術を決行することにしたわ。他に選択肢はなかった。あなたとの約束通り全力を尽くしてあの子をずっと守ってきたの。あの子のためにできることは何でもしてきた。
自分を捧げてきたつもり。でも私たちを救うチャンス、人類を。これを探してたのよ、あなたも。ジョエルを消せと言われた。でも私のこの辛さを理解できる唯一の人間は殺せない。私の選択は間違った。会いたい。あなたの娘は旅立つわ。何をしてる？諦めろ。やめろ。近づくな。いいか。その子は救えない。ここから連れ出したって死ぬのよ。クリッカーに襲われてバラバラにされるか、その前にレイプされて殺される。お前が決めることじゃない。エリーも望んでる。分かってるでしょ。ねえ、今からでも正しいことをして。エリーは苦しまないから。何があったの？
ファイアフライを見つけた。お前以外にもたくさん集まってた。免疫を持つ奴が何十人もだ。お前がいなくても平気だ。それに奴らは治療法の開発をやめた。今は帰り道だ。すまない。待って、撃たないで、お願い。また追ってくるだろう。綺麗だろ。うん。よし。頭に気をつけろよ。よし。俺も歳だな。まだ行ってなかったと思うが、サラトはしょっちゅう山に登ってた。あいつの方が得意だったけどな。お前ともいい友達に